どうも、小さな柿農家です。このチャンネルでは柿栽培を中心に農業に関する知識や情報を発信しております。えっ、ー、と、今日は、えー、夕方の撮影になっていて、ちょっと暗いかなと思うんですけど、えー、ご了承ください、えー。今日はですね、うーん、まぁ、あ、来的化の時期だと思うんですけど、まあ、同時にですね、 土長枝というものが、えー、木から出てきております。で、まあ、それがですね、まあ、だんだんそのまま土長枝というものなので枝になってしまう、まあ、ハサミじゃないと除去できないということで、敵、まあ、か敵来のようにですね、ちょっと今のうちならうん手で除去できるということで、えーまあ、そのやり方というか、 実践動画を撮ってみようと思います。よろしくお願いします。えー、でですね、まあ、徒長しを、えー、剪定する前にまあ手で取っちゃうということなんですけど、選、まあまあ、定,定とその除去理由としてはですね、日当たりを良くすることと、日当たりを良くすることと、えー えー、風通しを良くすすることですね。それによって病害虫の発生を防ぐことにつながるかなと思います。でまあ、徒調子もです、ね、あの勢いがありますので養分が、えー、そっちに回ってしまうのを防いで非、えー、高品質な柿を作れるかなと思いますので是非、えー、やってみてください。 でまあ、どういう枝を取っていくのかっていうとですねちょっと近づいていくと暗くて申し訳ないんですが、まあ、この辺ですねこれが、まあ、123この辺にいっぱいこう出てるんですねでまあ人によって剪定方法はいろいろあると思うんですけど僕個人的にはですねこのように木の中心に向かって 生えてる枝っていうのは剪、まあ、定時と今の時期ですね基本的には取り除いてるんですねというのもあの、まあ、農薬散布ですとか、えー、内側にどうしても行ってしまうと混、えー、み合ってしまいますのであまりいい柿がならないっていうのが理由になりますでこれをどのように取っちゃうかっていうともう片手でピッと 簡単に取れちゃうんです、ね、これがはいでこれをやることによって風通しは良くなりますし日も入りますねもうだいぶ明るくなったと思うんですけどまあそんな感じで、えー、やっていってもらうといいと思いますでまあ 逆にこれでどういった枝を残すとかっていうとまあ外側を向いていてちょっと使えそうな枝を探してほしいんですけど例えばこれなんかはですねちょっと外に向いてて、えー、来年ここから切れば、えー、この枝を育てられますのでいい枝かなと思います逆にですねこの後ろのものがですねもうちょっと木にぶつかってますし使えないなということで、えー、切ってしまいますこれもちょっといらないですね 例えばこういったパターンですねの木の下から2個出てる時も、まあ、個人的にはこちらまだ成長するかと思いますのですでに成長しているこちらを取ってしまう、えー、そんな感じでやっております、はい、ちょっとですね雨が降った後で、えー、今ジメジメしてて作業しづらいんですが、えー、そろそろ上がってですね うん、日が暮れるまで草刈りをしようと思います。えー、今日はですね、うん、徒長枝を取っ払えみたいな、<laughs> そんなサムネイルになるのかな。そんな感じで、えー、動画を撮影しました、えー。はい、柿の花ですね。貴重な柿の花の映像で、えー、この動画を終わりにしたいと思います。えー、皆さん、適化、嫌来、頑張ってください。 じゃ、またねー。